もう軍略っていう単語がもう出来上がってんのよ、こっちは。いや、こっちも裸略が流行ってる。ほら、こういうことだ。うわー、いやー、やばい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 、これは上がられる。待て、ダブルネギ。おー、あー、死ぬ。きたー。死ぬ。二巡かわして。この老僧は死んだよ。一回死んだ。怖っ、怖っ。出てこい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 死にともないアンパイ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 マジで出んのよしよしよしゴブレンめっちゃいい街だったのにいいねえマジ今日珍しいさっきからね2回目よないとね普段あんま泣かないんでしょ？マジで泣かないんだよね。小麦ちゃんなんだ。小麦粉。どうしたの？あーなんか泣いてる。カルピ泣いてるね。なんだ？うわ、おい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 。紛れてリッチャー。ストライフも泣いたな。ハイパイが強えよ。ハイパイほぼノーヒントです。ステハイが強すぎる。こんなわからん。何にもわかんないじゃんそんなの。なんだこれ。小麦粉ちゃんの写真を心待ちにしてんねん、俺は。可愛いよね。可愛いんだよな。これで上がったらもう。めっちゃ泣いてる。一生マージャン打たない。珍しい。何が起きたの？どうしたどうしたどうしたなんかある？大丈夫？初めてかもしれない、配信中この泣いてる。すごい泣いてる。ワンワン。ちょっとリーチをかけて見てこよう。リーチかけて。余裕だな。怖え。参考になるでしょう。自動上がりで。オリエンスだったって言ってね。どうしようもう。なるほど。どれか通った？自分でソファーの上に上がって降りれないっていう。かわいい。何それ。ギャー。無茶しやがって。何やってんの？ヤムチャが俺ヤムチャが。嘘。二人リーチしてるのに。なんで？何やってんのお前。ボタンが出たんだもん。勝ったら押す。これだから二次三次は。ミレちゃんありがとう。ドラ増えたわ。バカタレが。ドラさんになりました。さあ裏期待。ドン引き。誰が予感したのじゃあ。うわ増えたじゃん。いや嬉しいね。羽の満でございます。これはひどい。これはひどいよ。ちょっとちょっと紳士なんですよ。責任持ってちゃんと振り込んでくれないんですよ。とんでもねえクレームだな。あのさ、アンパイマン。クレームじゃないんですね。おい、追いかけんの？マジ？やだもう。やだ。かわいい。だから突然オカマが出てきた。マジでやだ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 お化けやだやだきあのねねるちゃんのせいでさうわ行くかリーチですマジでそれだよそれだようわたっけたっけたっけこの手が出ねえわけねえだろうがよマジでお前嫌いうわめ、グンド先生これですよこれ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 はぶち殺すとマジでこれを待ってたんすいやたまらんねありがとう天下一華さんありがとういやー麻雀やっててよかったあら甲子園かなサイレンサイレンプレイボールしたあー気持ちいいやっぱ E ピン待ての強いよなチートイズいやあのね2ピン壁になってる E ピンの方が100出るからね絶対出るからいいでした殺せ殺せカモンカモン軍逆助かるスバちゃんありがてーいやいや一目いやー顧客が求めていたものありがとうございますいやーうちにもねあの続々とね軍逆スバちゃん届いております軍道未来こうして金ももらえる最高最高の仕事悪いやつがこれは振り込むわけにはいかないあれわからさんと
といかん、あいつにちゃんと分からせんといかん。分からせんとな。今さドションパイのペイを持ってんのさ。あどうしようね、こんなん。どうしようね。処理できへんって、誰か切って。やだよ。ペイ出して誰か。なんで切んのかよ。うわー。あ、これ死んだ。うわ、怖い。どうやってんの。やば。うわ、えぐ。えぐ。うわ、いや、文字通り羽のマンやんけ。羽のマンや。ああ、でもなんとか2位だ。ああ、よかった。まあまあ、総合点数的にはな。ありがとうございます。うわ、わかんないよ。こんなノーヒントやん。ヒント、つかばヒント。タピオカです。どうした諦めた瞬間、もうやん、もう、いいや。一瞬ナメック語みたいになったぞ。いや、これは勝てる。うわ、怖っ。どこ捨ててんの、あなた。すごいな。なんで通るの。ガンガン押してくな。司さ信じてるもん。なんでも通るの、怖いな。返していい。ダメだろ。バカ、おバカ。最高。なんでアシストしてんねん。リーチ後に関するやつバカいるやん。いや、勘弁してくれよ。人がリーチしてたら勘しような。そうだよ。なんでやねん。マージャンのマナーだからさ。俺がリーチしたら勘しろ。地下闘技場みたいなルールやんけ。うわ、うおー、これ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 。たっけ。裏のね。全然高くない。裏のラス。ね、裏勘違いした。ザコ？ザコだな。裏乗せろよ。ザコだな。でもお前600点差だよもう。お前もう600点差の分かってる。はいはいはい、タピオカって言われたんですけど、タピオカじゃなかったような気がするんですけど。本物言うわけねえだろ。信じたんだよ、司ちゃんと信じてるんだね。なんかタピオカが大体こうな、リーチしたら何してますかの答えでブラインドするときに適当に言う言葉になってるから。そうひどいよ。泊まりまでがやつだから。うん、泊まりのせいじゃん。本当や、あいつが悪いよ。泊まりすけべめ。いや今日マジでハイパイがいいんだよな。1試合目のねるちゃん、返して。戻ってきて。実はね、2試合目からね、犬をね、ずっとね、膝の上に乗っけて。おいおいおい、その得か。不正だ。右手がね、封じられてんだよ。不正。左手打ってる。左でやってんの、今。マウスで？そう。右手ね、なんか、犬のなんか首を気にされてて。そんな先にいたな。左手打ってる。それでかもしれない。うわ幸運の犬が。いや、とりあえず流れ作っとこうと思ってもうしちゃう。もういや、なんだ。じゃあ量刑ではないな。いや、流れ作ろう。リーチをすることで自分にこう元気を取り戻す作戦。なるほど。取って、おー、すごいとこ来るな。怖い。グレタね、ごめんね。ナイスナイス気持ちいい。おかしいやろ。ナイスナイス。いくら払ったんだよ。よし、近づいた。すいませんね。近づいたぞ。出てるよお前。今出てるよ。いやー、楽しい。いやー。お調子マジやってんだよ。リーボンプラスでいいよ。面白かった今の。いやー、マージャンハイスクール見よう。みんなね、麻雀ハイスクールよろしくお願いします。お楽しみに。ハネルのジャンハイね、よろしくお願いします。ジャンハイなら誰やっても買わねえからいいな。すげえことやな。